小暮さんの、はい、さっきの続きの、はい、アイアンとウェッジまでちょっと紹介したいんですけど、はい、アイアン4番から、はい、4,5,6,7,8,9,P まで一緒、はい、一緒です。これはシャフトは7通ります。おお全部そうなんですね、はい、じゃあこれもまあじゃあ自分だけのオーダーメイドですね、はい、そうです。でヘッドの種類がタイトリストの716の AP2、はい、でウェッジがまたこれタイトリストですね。これもジャンボさんにオリジナルで58度と52度本当だ、はい、ジャンボって書いてある。これ顔見たら分かるんですけど、もうグースこっちグースになってるんですよ。え、てかこの鉛貼ってません？貼ってます。初めて見た。手元をちょっと重たくしたくて、ちょっとこの辺のグース具合は、あ、なんかちょっと削れてますね。そう、ちょっとないと思います。へこんでるんだ。私の出てますけど真逆ですね。すごいシャンクしそう。開いた時にやばい、怖い。これがジャンボ流の。あんま開かなくていいんですよ。たまにちょっと開くぐらいで。でパターがプロギア。プロギア。あのヘッドカバーですけど、プロギアのセンター。なんかちょっとボツボツ感があのタッチを出してるのかな。以上になります、はい、ありがとうございます。この動画公開されたとしてジャンボさんが見てると思ったらちょっと緊張しますか？あ、ちょっとダメですね。おさっきバーディー撮ってるんで流れよく。わあ、この辺かな。はい、ちょっと左足下がりを打つコツありますか？あの上げようとしない、逆に、うんうんうん、あんま意識しない。あのだったら番手を上げる、うんうん、下げるむしろ上げようとするだったら下げる。このぐらいの左下がりだったら気にしない。いいねー、スッとクラブを戻す。ナイス、左サイドに乗りました。小暮さんの3つ目のバーディーパットです。入れたいな。ここでもう目標達成とすると刺したいですね。気が楽になりますね。あ、来てる、ナイスタッチです。ナイスパー。お、いいですよ、いいですよ。今日一番いいショットなんじゃない、うん、おお。テンションいいですね。今日一リズムが良かった。テンションいいですよ、ゆっくり、はい、テンションがいいと思います。ホールインワンお願いします。ホールインワン狙ってください常に。小暮さんちなみにあるんですか？ないんですよ。めっちゃありそうなのに。ないんですよホールインワン。こういい球。フックしろ。いい球。フックしろ。打ち込んで。そっから転がれ。うん、打ち込まらない。ナイスショットですよ。ありがとうございます。やっぱラフないっていいね。コツ、うん、ナイソン、はい、なんかもうさ、ぴったりクラブが止まるね。だらだらクラブがしてない。こんなに寄ってます。ボギーパッドしっかりね。嘘。あのね、思った通り打った。そしたらすぐ左に転がっていった。でもこれなんか左がダメってイメージですかね。そうですね。次セカンド狙うには邪魔なんで、はい、まあ、右の方が広く見えますね。はい。お、なんだそのボール。ナイスドロー。すごい。マイケ。チーピン。いやいやいや、オッケーオッケー。
すごなんですね、今のバナナフッケ、バナナだね。小暮さん、はい、あの小暮さんがドライバーのシャフトで使ってた、はい、セブンドリーマーとかなんですけど、はい、お高いなみたいなイメージがあって、はい、まあ、でもそのブランドといいますか、うん、それだけの良さはきっとあると思うんですけど、はい、だって自分専用のシャフトですよ、うん、を作ってもらえる、うん、あ、一本一本ですか。はい、ちゃんとフィッティングして完全な、はい、自分専用です。オーダーメイド、はい、一本作って、はい、もしもダメだったら、うん、帰れます。それはもう誰でも、そうです、その特権として一本作ってダメだったらダメじゃなくて、はい、やっぱこう変更できる。それ結構な、多分2回ぐらいできると思うんですよね。結構な変更も OK なんですか。もうだってもう X から S みたいな、もうだからフィッティングして、もうこれはちゃんとコース行ってやっぱダメだったらじゃ相談して、それはすごい嬉しいですね。やっぱ一発で決まらない場合もあるじゃないですか。決まらないです。はい、私も本当に何回も何回もそうやってるんで、はい、ここにある、うん、セリフンドリーマーズさんはそれがあるんですよ。帰れるんですよ。すごい、初めて知りました、はい、そうなんですよ。さあ、ハンディキャップ1バナナボールの後、長いですね、400ヤードぐらいあるね。この木邪魔になんないの？え？この木邪魔になんないの？なんないです。いつもだったらなってた、いつもこうなってたから木が邪魔だったけど、右を向かなくなったから邪魔じゃないです。おお、おいしそう。あ、ちょっと握れちゃった。まあでもちょいラフかもしれないけど、グリーン手前まで運べました。わお、もうほとんどまっすぐ。こういう時に突っ込むの怖いですね。ラフ深いし、突っ込まなくていいです。突っ込まなくていいです。いい、はい、はあ、万が一こうラフで突っ込んでスピンがかからなかったら、まあ、かかりづらいんで向こう奥に来ちゃうのが、はい、嫌じゃないですか。緩むじゃないですか。緩むだったら初めから手前狙いで突っ込んで、最初からじゃあもういつも通りの、そう、出てまいない、うん、奥嫌がって緩むよりは、うん、了解です。緩まない、はい、手前 OK、 手前 OK。 やーはー、なんかやっちゃった。ちょっとかぶりましたね、ちょっと、はい、かばれ、え何今の。ただちょっとギリギリ止まってます。よかったです。はい、うわー、おー、止まった。ベタッときた。気持ち多分もう少し突っ込みたかったっぽいですけど、やっぱ低くて止まるってすごいね。だからダラダラいっちゃうけど低くて止まる。で今も3度ですよね。いやー、パー？オッケー。はい。難しいんですけどこのホール。今日小暮さんがやるホールは全部ちょっと難しい。おお。いいねー。今振りました？少し9割、僕いつも9割なんで、9割、基本9割。なんか今音がなんかちょっと左 OB 上がりました。あ、前半、はい、マネージメントをやってたんですけれども、はい、結構今回やるときに初心者向けのマネージメントと客切り向けのマネージメントを聞いてきてほしいって言われたんですよ。それはあんまりごちゃごちゃ喋れないんで、はい、まず、はい、ペナルティをなくす。ペナルティを避ける。もう刻むって感じじゃない、多分、うん、OB、イケポチャ、イケポチャをしないように考えてくださいって。バンカー、まあ、バンカーペナルティじゃないか。OB、イケポチャ。もうツーペナだし、イケポチャ、ワンペナだし。そうですね。あとまあ、うん、深いなんかそういうブッシュとかあっても、うん、行かないように。
そうなんですよ。だからそれが一番。あとプラス一番効果出やすいのがあのパター。はい、パターでパター練習いっぱいして、だから3パット4パットでスコア崩すのも、だから40パットとかしたらもうそれだけでもスコアの半分ですからね。うん、だから パター練習みんな意外にもっとした方がいいかなと。パター練習でスコア縮められますよ。一番大事なのはパター。パター大事ですね。パターとパターがすぐあの効果が出やすい。そう、効果出やすい。ショットはそのやっぱ練習しなきゃいけないんですけど、パターはね、うーん、効果がすぐ出る。そうですね。うん、確かにこんなの外したって1打だし。1打です。だったらもう1メーター以内は外さないように練習したい したいんで、した方がいいかな。ぐらいの感じで。パターです、ゴルフは。一番あとその練習して効果が出る、かな。そうだな、私もなんかパッと入るときは結構助けられますもん、うん、あれ結構叩いてたつもりなのにみたいなのもうボギーだこれってバーンって言ったのがボコンとあパーだるとかね、うん、全然、うん、でもショットのチップインとかってもうキセキセしかないんで、うんうん、まあ、練習必要だし、うん、そうですね、パター多い練習をだから家にパターマット、そうですね、うん、以上です。かなと思います。そういうマネジメント。僕色黒すぎるな。黒いですね。はい。超絶機に当たって戻ってしまいました。なんでこんな厳しいのゴルフって。なんででしょう。戻ってきます？カーンって。ね。しかもかなり50ヤード以上戻ってますよ。結構芯食いましたよね。はい。バンカーに入れないでスライス。お力、その打ち方はパワーのある人しか。行きました、完璧だわ。今のは完璧、上りのスライス、あーでも打ててましたけどね、行ってからめっちゃ切れましたね、ちょっと強かったな。エスパー、163ヤード7番で打ちます。はい、ゆっくり打てて、ゆっくり戻ってきます。どうしたんですか、ゆっくり振り打ってなかったですか。もうちょい、もうちょい、もうちょい、はい90、うん、80だ、これ普通に打たないとダメだ、あのもうそれが僕好きなショットなんですよね、はい、全然いいもん、全然いいよ、これは得意なんだ、ラインが出るじゃん、これは得意だもんそのテンションでお願いしますこのクラブだけちゃんと当たる今日は。そのテンションで P とか Q にして練習場でやってみてください、うん、はい、で最後そのテンションがドライバーになれば最高ってことですね、うん、リズムも切り返しも丁寧だし慌ててないし、はい、見たらすごいわかるよ、見直した方がいいよこのビデオ、全然違うからそうまでして、うん、うわ でも、でも距離感はだいぶ、でもそれは OK あげません試合前なのでしっかり、安心です、来た来た、うそー、なんで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 、カップに蹴られた感じしたけど、この後でこの後でちょっと変化したと思うかYouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。